怖そうだけど超いい人、1分で生徒を知ってもらうブラーカ生徒紹介。今回紹介するのはバルキューレ警察学校の3年生尾形環奈ちゃん。ケモトスの警察組織バルキューレの中でも対テロ業務に特化した精鋭部隊公安局の局長を務める女の子。狂犬というあだ名がつくほど徹底的に犯罪に向き合うので取り調べもガチであります。絵面がもうポプテピビック。そんなこわもての彼女ですが、実はケモトスの中でもかなり常識人です。先生の失敗も許してあげますし、子供にも優しく接する理想的な街のおまわりさん。しかし中間管理職的立場だからというか、上司があまりにもクソなので日々のストレスを屋台での一杯で解消しています。私はここが一番落ち着くんですですので今日は見なかったことにしていただけると幸いで。開けろデトロイト死刑だ。こんなに可愛い女の子に会えるのはキボトスだけ。今すぐ始めようブルーアーカイブ。